こちらの映像は α6400 で撮影をしています。シャッタースピードが50分の1、F4、ISO 感度が6400になります。ノイズの感じはどうでしょうか細かい粒子のようなノイズが見られますね。ま、とはいえ、僕は全然 OK だと思います。まあ、一点気になるとすれば、えー、砂とか、 え、の模様ですね。こちら見てもらうとわかるんですが、少しぼやっとしたような感じで、ディティールが甘くなっているように感じられます。そこがちょっと気になりますけども、写りとしては十分じゃないでしょうか。こちらの映像はアルファ74で撮影をしています。シャッタースピードが50分の1、F8、ISO 感度が4000となっています。先ほどのアルファ6400と比べて、見た目はどうでしょうか。ブロックノイズのようなものが出てますね。 こちらはちょっと気になるんですけども、それよりも下の砂ですね。砂の細かい粒子だったり、アサリの表面を見ていただくとわかるんですが、かなりしっかりとしたディティールで撮影できていることがわかると思います。こちらも α74 で撮影をしています。シャッタースピードと条件は同じですが、ISO 感度は1万まで上げています。どうでしょうかね。 ブロックノイズのようなものは先ほどと同じように出ていますけども、やっぱり一番びっくりしたのは、回も見てもらうとわかるんですけど、細かい部分のディティールがもやっとしてないので、輪郭がはっきりしています。僕が映像を撮る上で大事だなと思っているのは、同一の量ではなく、映したいもののディティールですね、しっかりと捉えているかっていうことがとても大事だと思います。 これに関してもわかると思うんですけども、ブロックノイズがたくさん出ていたとしても、アサリの細かい部分までしっかり見ることができるので、全然僕の中ではすごいと言えるようなレベルで撮影できていると思います。これを見るとわかるんですけど、やはり α74、高感度耐性はかなり高いんじゃないかなと思います。